こよりのマイクロ配信はね、8割型迷子になってるので、ホロサバで。なのでね、いつ見始めても迷子のこよりが見れる可能性があります。いや、早くエリトラ欲しいな。昨日のさ、ミコニエさんの配信をね、見てたんですけど、くよ。もうさ、エリトラあるとさ、もう別世界だね。一瞬でここら辺まで来れるじゃん。もう端から端までさ、ピューンピューンつってさ、一瞬だからさ、いいよな。でもエリトラはさ、この前そのハードコアをやったことによって学んだんだけど、エンドラを倒さないといけないんでしょ？一人じゃ無理だな。いくら命が一つではないにしろ、ハードコアじゃなくてね、こっちだったら。一人じゃ無理じゃない？いけるかな？でもいけなくはないか。え？エンドラいないの？エンドラって、エリトラ一個につき、倒さなきゃいけないんじゃないの？一回一回。あ、そうなんだ！毎回エンドラ湧くんだと思ってた。あ、そうなんだ。え、じゃあ普通にエンド行って、エンドシティを探索すればいいの？あ、そうなんだね。復活させておきもやめてくださーい。知らずに建設さん船屋先輩、新人いびるのやめてくださーい。やめてー、悪魔がいたー。ダメダメ、そんなことしちゃ。今安全なんだから。増やしちゃダメダメ。でも、そうだよ。復活させたら、手伝わなきゃいけなくなりますからね。なんで脅し始めたんだ、先輩のことを。手伝わなきゃいけなくなるってことですよ。